はい、西田製作所です。えっと、今回ですね、えー、ちょっと短く工具の紹介をしていきたいと思います。まあ、一番最もよく使うのは何かというと、まあ、ハンダ固定もそうなんですけど、こちら、まあ、ドライバーですね、まあ、いろんなサイズ用意してます。で、まあ、プラス、はい。で、まあ、マイナスとか、まあ、いろいろ用意してます。で その中で、一、えー、つ、ちょっとご自身でアンプの中を開けたり、いじったりするときに気をつけてほしいものがちょっとあります。それは何かと言いますと、こちら、この先ちょっとよく映るでしょうか。これ、ポジドライバーと言います。ポジドライバー、あの、先端の形見ると、このような感じで違います。ここにちょっとこう、角が、溝がこう、掘ってあるような感じなんですね。で、あのー、 これ何に使われてるかというと、割とイギリス製のアンプ、マーシャルだったり、あとボックスだったり、ボックスもあの最近の中国製ではこれ見ないんですけど、あといろいろハイワットだったり、で、今回ちょっとレアなんですけど、これお客さんから預かったスターフィールドって、アイバニーズの星の楽器が比較して、イギリスで作ってたアンプですね。これもポジドライブですで。工具専門店とか、あと分かりやすいところだと、 あの家具の IKEA で売ってたりもしますで必ずそのマーシャルとかその辺をご自身で開けるときはあの普通にプラスドライバー使うとネジなめちゃいますのであの必ずこのポジドライバー使ってみてくださいはいそんなわけでですねあのこれからちょっと順次短い工具紹介シリーズやっていきたいと思いますのでご興味ありましたらご覧くださいえそして皆さんのチャンネル登録もお待ちしておりますご視聴ありがとうございました